ホンラムシャフル解放戦は、イラン・イラク戦争中、ホンラムシャフルをめぐる戦いである。1980年9月22日、イランへ侵攻したイラク軍は、シャッタル・アラブ川とカールーン川の合流点にある、交通の要衝、ホンラムシャフルを目指し、進撃した。1980年10月6日、英国 BBC は、ホンラムシャフルが陥落したと報じた。しかし、 イランは事実ではないと否定、まだ市内の一部では抵抗が続いていた。10月10日、イラク軍は同市の東2 5トル地点においてカールーン川を溶かし、迂回攻撃を実施。これにより同市は孤立する格好となった。10月24日、激戦の末ホンラムシャッフルは陥落した。1982年4月24日、イラン軍は ベートルイコールモガ出すス作戦を発動、イラク軍はホルダムシャフルへ撤退しそこで抵抗することとなった。4月30日0030時、イラン軍は同志を占領すべく行動を開始した。5月14日、同志は孤立化し、脱海寸前、との共同通信による報道がなされたが、イラク軍は頑強に抵抗していた。すでに三個師団を配置させ人地防御に当たらせていた。 イラクにとって同志を失うことは政治的にも軍事的にも敗北を意味し、フセイン政権を揺るがしかねない重大な戦略拠点となっていたのである。5月20日、イラク軍はイラン軍に対して反撃するも失敗した。5月24日、守備大使機関、税団大佐が戦死、イラク兵たちの指揮は崩壊し我先にと逃亡した。イラン軍はそのまま市内に突入。 事実上の無血解除に近い状態であった。イランは同志を20ヶ月ぶりに解放したのであった。5月25日、イラク軍は同志からの撤退を認めた。この戦いの末、イラン軍によるフーゼスターン集奪艦がほぼ決定的になり、イラクによるイラン侵攻は失敗し、シャッタルアラブ川の領有権回復は成功しなかった。5月27日、 イラク軍は失肝したばかりのホンラムシャフルに対し砲撃を開始。これに対し翌5月28日にイラン軍はバスラに砲撃を加えた。イラン軍によるイラク逆進行が現実味を帯び始めることとなった。同志解放後、イラク軍の捕虜多数がいたが、市民に対する略奪、暴行、強姦に対する報復のため、捕虜2000人が処刑されたとされるが、 詳細は明らかではない。ありがとうございます。